久保ゆりか、久保ゆりか、久保ゆりか、1989年5月19日帯は、日本の女性タレント、モデル、声優、歌手、奈良県出身。身長163センチメートル、血液型は A 型。フリー。所属レコードレーベルは、ポニーキャニオン。US のメンバーでもある。相性はシカコ。旧芸名は、奈良原ゆりか、久保ゆりか。 2002年、第6回、ニコラモデルオーディションでグランプリを受賞。その後、レビープロダクションズに所属し、久保ゆりかとして活動。レプロ時代は、寮で、菊池亜美と同室だった。2008年、スパークスに移籍し、芸名を、奈良原由りかに改名。レプロ時代は、ファッションモデルとして活動していたが、スパークス移籍以降は、 グラビアアイドルとしての活動中心となった。同年8月から、ハッスルオフィシャルの PR レディに就任。ラジオ番組や公開イベントに参加。2010年、ジャモに移籍し、芸名を、久保ゆりかに戻す。同年、オールメディアプロジェクト、ラブライブ、の小泉歌謡役として、声優デビューし、声優ユニットミューエスの一員としても活動を、始める。 2011年、芸名を、久保ゆりかから、久保ゆりかに変更。2012年からは、テレビアニメにも出演するようになり、また、ファッション通販サイトゼストーンの、レギュラーモデルとなり、これ以降ファッションモデルとしての活動も再開した。同年、ジャムを対処し、フリーとなる。2013年、先日の、ラブライブ、の、テレビアニメ版のか。 ことうらさんの森谷日和役などを務める。2015年、クレアボイスに所属。それに伴い、同年2月をもって、自身のツイッター及びブログでの活動を停止し、今後は、所属事務所の公式ホームページ上にて、近況報告等を行うとの発表を行った。同年、第9回声優アワードにて、US の一員として、歌唱賞を受賞。12月25日には、 公式サイトのオープンとともにポニーキャニオンよりソロアーティストとしてのデビューを発表。12月31日、US の一員として第66回 NHK 紅白歌合戦に初出場した。2016年2月17日、ファーストシングルラブリーラブリーストロベリーにてソロデビュー。3月31日4月1日、東京ドームで開催された。 ミュース最後のワンマンライブとなるミュー S ファイナラバライブミューシックフォーエバーにミュー S の一員として出演2017年5月10日ソロ歌手としてのファーストアルバムをリリース同月14日に行われたソロライブにてアーティスト活動の休止とファンクラブ四国ココパーク開設を発表同年11月27日奈良市役所にて 奈良市観光大使移植式が取り行われ、奈良市観光大使に移植された。同年12月31日、クレアボイスを退所。2018年1月1日、Facebook 上でフリーランス活動開始を告知。また、個人アカウントの Twitter も再開。2015年に休止したアカウントとは別のアカウントで再開。5月31日、ファンクラブ。 シココパークを終了すると同時に、ファーストアルバム以来休止していた歌手活動の再開を告知した。子供の頃からアニメが好きで、モデル専業であった、中学時代から声優に対して憧れを抱いており、当時の事務所スタッフにも声優の仕事がしたいと伝えていたが、実現には至らず、一度は声優になることを諦めていた。その後事務所を変えてから、 再び声優になることを目指すようになり、その目標を実現させた役が、ラブライブの小泉歌謡役である。信仰のある人物として、ゼストーンモデルのウサミアやラブライブで共演した南条愛の飯田里穂、徳井青空などを挙げている。南条については、趣味が似ているのか気が合っていて、自分の知らないことを丁寧に教えてくれた頼りになる。 お姉さんのような先輩であると語っており、飯田については、アニメの中の凛と花火のような関係で、年下だけど甘えさせてくれる存在であると語っている。お世話になった人物として、夜な夜なハッスルで共演した、高垣彩美を挙げている。高垣と悪母が、声優になる前からの付き合いであり、お互いの冠ラジオ番組にもゲスト出演しており、2016年の、 バースデーイベントでは、高垣のコメント VTR が流された。久保が声優になって4年ぶりの共演を果たした際、高垣は昔は喋り慣れていなかった、シカ子が明るく、ハキハキと喋るようになったことに感動したことを語っている。愛称、シカ子は関東や関西の友人に、奈良といえば、鹿という連想から自然と呼ばれるようになった。趣味は長距離散歩。 カラオケ、アニメ鑑賞、模写。特技は、柔軟体操。好きな動物は、黒いパグ。ファーストシングル、ラブリーラブリーストロベリーをリリースした際のインタビューでは、ソロデビュー挑戦のきっかけとして、長く続いてきた作品、ラブライブのグループ、ミューエスが節目、ファナルライブを迎える時期であったことや、いろんなことを吸収して学んでいく。 成長していくタイミングになるだろうと考えたことなどを挙げている。セカンドシングル、サマーチャンスをリリースした際のインタビューでは、兄弟曲はザ・夏。な歌なので、カップリングはちょっと切ないしっとりとした曲を作りたいという考えから、久保が青春時代に大好きでよく聴いていたというスムルースの徳田賢治に、スタッフが作詞作曲を依頼し、 記憶コロコロが誕生したことを明かしている。サードシングル、ありがとうの時間は、記憶コロコロがファンから好評を受けたことから、ソロプロジェクトチームが早い段階から特田健二に楽曲の作詞作曲を依頼しており、制作時点でほぼ出来上がったものが舞い込んできたサプライズ的な楽曲制作であったという。その際、スム・ルースに対し絶大な信頼を置いていること、 楽曲選びから携わった、ファースト、セカンドと違い、自分がいかに表現するかという部分に集中できたこと、歌詞を読み込んだとき、両親のことを思い出して涙が溢れたことなどを語っている。ふとじはメインキャラクター。ふとじは放送中。は、インターネット配信。ふとじは放送中。は、インターネット配信。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。